オーシャンはイギリス海軍の九十門に当選列艦。1761年4月21日にチャタム交渉で浸水した。オーシャンは1761年4月にウィリアム・ラングドン艦長の下で襲撃した。そして当初エドワード・ホーク提督の指揮する艦隊に配備された。しかし、ホークに必要な戦力としては課題であるとみなされたため、 1763年3月にプリマス交渉へ戻り予備役とされた。オーシャンは1769年に小規模な修理を受けたものの、その後7年観光に留め置かれた。オーシャンは1770年10月にスペインフランスとのフォークランド諸島での危機に伴い、イギリス海軍を強化するため、ジェームズ・クランストンを艦長として最終益した。 結局この危機では戦闘は起こらず、オーシャンはプリマスに戻った。帰港後、オーシャンは港の警備官に改装され、ジョセフナイト艦長のもとで任務を行った。1772年に港湾司令官リチャード・スプライの帰還となり、近海警備や翌1773年に行われた観艦,艦式への参加を行った。ナイト艦長は1774年にこの船を、 体官し、ジョン・レイ・ノルドが短期間艦長として着任したが、すぐにジョン・ラフォレー艦長と交代した。ジョン・ラフォレー艦長は1776年3月にエドワード・レクラ艦長に変わったものの、同年12月に再び同艦に復帰した。この船は1793年に退役し、売却された。ありがとうございます。